さあ日本でも大変ファンの多いフランスのスルヤ・ボナリーが出てきました。長野オリンピックではルール違反とされたバックフリップをして大きな話題になりました。吉川さんが注目している一人だそうですね。はい、なんか私そのバックフリップというのをどうしても見たくて。あ、いわゆるバク宙ですよね。氷の上でですよね。このボナリーは1993年から95年の3シーズン続けて世界選手権で銀メダルを獲得しています。いやー、しかし伊藤さん、ジャンプは現役の時とね、競技生活、まあ、アマチュアの時とほとんど変わらないぐらいの勢いですね。そうですね、やはり滑りとかはほとんど力は落ちていないですね。それにまあいろんな、ね、世界で滑って、未だに滑っているんですからね。同じあのアルベールビュールで一緒に競技したしましたからね、それで長野に出て未だにこうやって元気にバリバリ滑ってるのは素晴らしいなと思います。あ、ここですね。はい、バックフリップです。さあ、おっと、決まった。すごい。今ツアーでこのバックフリップできるのは彼女だけだそうですね。まあ実はルール違反っていうのは分かっていて、オリンピックの時には銀銀銀と続いて金を取ってくれないという当てつけだったというような、いろんな思いが、ね、あって、ジャッジの前でそうしたことをしてしまったそうなんですが、まあ、長野についてはいい思いでも悪い思いでも両方あるかななんて話をしてました。いやー、それにしても現役時代を思わせるフランスのボナリーの演技でした。いや、この本当に筋肉というんですか、プロになっても変わりませんよね。なんかバネがすごいそうなんね。え、あの4回転を初めて女性で飛んだ。ああ、そうですね。フェイスブックに載ってますね。これですね。うわ、